はい、本日はですね、フリードを納車してから2ヶ月ぐらい乗ったんですけども、今の車内の様子、ルームツアーじゃないですけど、そんな感じでちょっと撮っていこうかなと思ってます。もう運転席から撮影スタートですね。まあ、基本的にね、そんなには物を買ったっていうだけで特に何か改造とかしたわけじゃないんですけど、まずはですね、まあ、こっちの運転席側の小物入れ的なものにはですね、ここにはね、ドリンクホルダーではあるんですが、ちょっと消臭剤なんですかね、芳香剤なんですかね、なんかちょっとおしゃれっぽい、おしゃれな大人な匂いのする、芳香剤を入れてます。まあ、こういうドリンクホルダーが多いのはとても嬉しいですね。まあ、ここにもあるし、もう空ですけど、まあ、普段はここに置いてますね。ここにもあるし、ここにもあるし、あとはここにもあるので、まあ、3つ使いますからね、1人でね、運転席の人は。それでですね、運転席はそんなところですかね。やっぱりね、この足元のね、今靴下なんですけど、その車運転するときに靴を履き替えるかどうか問題っていうのが多分あると思うんですよね。で、一応ね、このなんとなく使えそうなね、軽めの靴を、運転用に買いました。はい。で、普段はねこっちの靴履いてるんですけど、まあ、最近はね秋で天気がいいのでそんなに靴も汚れないんですけど、ちょっと変なぬかるんだ場所に行ったりとかねした場合に、すげえ汚れるんですよね、このやっぱりこのシートっていうか、まあ、さっきまでねすげえ汚れてて掃除機で吸ってね、なんとかこのレベルまで回復したんですけど、よく見ると汚いですね。なので、まあこういうね、もう運転用の靴っていうのを使っていこうかなと思っております。ただ普通の靴ね、ここにある普通の靴を置く場所をどうするのかっていう問題はあるんですけども、なんかトレイみたいのに皆さん入れてる場合もあるので、まあそういうのもいいかなと思ってます。はい。で、このシガーソケットは非常にごちゃついてるんですけども、まあ、このタイプのフリードは本当にシガーソケットしかないんですよ。これを見るとね、よいしょ、こんな感じ、こんな感じなんですよ。まあ、これに3つ USB の口があるやつをつけてます。で、1つは、Type-C の USB、これかな、これですね。あ、携帯スマホ充電用って感じですね。で、一つはこのわけのわからん出っ張りなんですけど、これはね、まあ、今押しても意味ないんですけど、このライトです。エンジンがかかってボタンを押すとライトがつくっていうね、7色に変化するUSB ライトですね。LED ライト。謎の装備を買ってしまいました。まあ、ただね、夜はね、綺麗とかっていうのもあるんだけど、足元を照らしてくれるっていうのはね、意外に使えるかもしれないですね。足元って何もないと真っ暗なんですけど、これあると、まあ、助手席も運転席も両方ともね、結構綺麗に、足元を映してくれるので、それはそれで結構便利かなと思ってます。はい、そんなとこかな。で、前側はこんな感じ、
筆記用具とマスクと、あとはサングラス、サングラスですね。これからはね、やっぱりサングラス必要になってくると思うん で、あとはこれだ、ミラーですね。ミラーを、これなんですけど、ちょっとデフォルトというかノーマルの標準のものだとちょっとちっちゃかったんで、ちょっと大きめのものをつけました。まあ、どっちでもいいかもしれないですね。別につけなくてもいいかなっていうのはあります。はい、あと芳香剤。ここにね、サムライウーマンのね、これルームフレグランスは結構使ってるんですよ。このサムライウーマンのね、このアクアマリンだったっけな。これ結構いい匂いがするんで、で、車用のものもあるっていうことで買ったんですけど、ちょっとね、匂いは弱いですね。はっきり言って匂いは弱いです。ほとんど、ほのかに香るぐらいですね。あとこれもエアコンのところにつける。これも芳香剤なのかな？消臭剤というか。でもこれもね、あんま下品な匂いはしないので、ちょっと香るぐらいですね。で、ここはね、なんかウェットシートと、あと芳香剤の替えとかが入ってる感じですね。助手席はね、特にまだ何も置いてないですね。あんまり助手席座ることもないので、あんま使ってないですね。で、あとはね、これですよ、ティッシュ。まあ、スヌーピーのね、ティッシュなんですけど、ティッシュをね、置く場所っていうのが結構悩ましいですね。まあ、フリードの前、ここがね、フラットなので、まあ、ここに置くっていう手もあるんですけど、結構後ろに、運転席から後ろに行くっていうパターンもあるんで、助手席座んないからね、ここに置いてますね、実際。本当はね、ここに置ければベストかなって思ってるんですけど、置けないですね。このカバーを取って、このちっちゃいティッシュケースだけだったら置けるかもしれないんですけど、ちょっとね、今ここに置いてます。これはね、車載動画を撮る際に使っているもので、ここにスマホを挟んで、ここに取り付けるみたいな感じですね。はい。これ結構ね、安いんですけど、普通に使えますね。はい。で、あとはゴミ箱。ゴミ入ってて汚いんですけど、これもね、スヌーピーに揃えました。可愛いですね。いいのはね、この、ま、下がマジックテープになってて、なんて言うんだろうな。そんなにね、がっちりくっつくっていう感じではないんですけど、この下の、なんていうんですか、カバーっていうか、シートとね、ちょっと、ここにくっついてくれるんで、あんまカランコランって、振動とかで、落ちちゃうっていうことはないですね。まあ、大きさもね、ちょうどいいですね。なんか、あんまり、大きすぎてもゴミばっか溜まっちゃう。と思うんで、ちっちゃすぎても全然入らないっていうのがあるんで、まあ大体ね、まあ10リットルのビニール袋だったっけな、そんな感じです。はい。これ結構やっぱり、こういうゴミ箱あるといいですね。ゴミ箱もいろんな位置に移動できるので、好きな場所に置いてますね。大体この辺に置いてます。ここがね、フラットなので。なんか物を置きやすいですね。まあ、後ろに移動しないのであればね、ここに何か他のね、物を置くっていうのも、まあ、ゴミ箱と一体化した何かを置くっていうのもありかなと思いますね。配線とか、ここから伸ばして、ちょっと
こうごちゃついてるんで、綺麗にさせるっていうこともできるのかなと思います。はい、そんなとこかな。運転席、助手席で、後ろはですね、まあ、ここに、この席はもう、毛布と枕、クッションを置いてますね。まあ、これあるとね、やっぱり便利ですよ。ちょっと寝たい時とかね、そういう時にいいと思います。で、まあ、ここにも登場、スヌーピー。ここもね、ティッシュと、あとは、ウェットティッシュですね。まあ、このね、後ろの席に誰が座るのかっていうのもあるんですけど、ここも迷うんですよね。ここをね、要は、こっちの助手席側に向けることもできるので、そうすればね、助手席で、その、ティッシュとか、ウェットティッシュ使えるようになるんで、楽は楽なんですけど、逆に助手席に座れなくなるっていう問題もあって、で、この取り付けがね、このヘッドレストを外さないと、行き来ができないタイプなので、とりあえず、後ろにしてますね。まあ、こっちの後ろで休憩するときに使うティッシュ、っていう感じですかね。で、ここにあるポケットにはね、まあなんか、部屋で使うような消臭剤ですね。まあ、こういうのもね、結構積極的に気づいた時に使うようにしてます。それでもってこっちか。こっちがちょっとごちゃごちゃしてるんですけど、まずこっちのシートは倒してますね。こんな感じで。もう車中泊仕様になってます。車中泊っていうか、まだ1回しか車中泊自体はしてないんですけど。で、まずこの運転席に引っ掛けてるのが、この傘入れですね。まあ、普通のビニール傘を2本挿してるんですけど、要は運転席に、入る際に雨が降ってる時、傘を、これドア開けて、すぐ、バシャってさせる位置って考えると、ここなのかなと。ここがちょうどいいですね。だからもうこの席は、正直あんまりもう座れない感じですね。もう荷物置き場みたいな感じです。で、これが見づらいんですけど、まあ、箱ですね、要は。箱をシートに乗せていて、今はその中に、カバンを、リュックをね、乗せてるんですけども、まあ、要は、これがなかったとして、まあ、ここに、買い物袋とか、結構買い物した後ビニール袋に入れて、置き場に困るっていうか、荷崩れしてしまう、っていう経験が多分あると思うんですよね。助手席とかに置いたとしてもちょっと崩れちゃったりとか、あ、じゃあ助手席の下に置くかとかね、ちょっとやりづらいみたいなのがあると思うんですけど、まあ、これがあればここにねビニール袋ボーンって向こうから来てドア開けて入れてで運転席で座ってみたいな感じなんで、これ結構好きですね。まあ、カバンも一緒です。カバンも置いて、運転席にすぐ行けるっていう、この最短距離で行ける感じがね、このスライドドアの良さの一つなのかなと思ってます。スライドドア、スライドさせて、こう入れて、閉めて、運転席に行けるっていう。まあ、助手席に置くっていうのもいいんですけど、ハンドルを越えてね、荷物を移動させないといけないっていう、ハンドルを越えてっていうか、運転席を越えて荷物を置かなければいけないっていうのが、ちょっとね、自分的に微妙だなと思って、そこがね、
こっちの方が個人的にはいいですね。人がたくさん乗る場合にはちょっと一つ席を潰しちゃってるんで微妙ではあるんですけど、よいしょ。で3列目はまあ一つは跳ね上げてます。でよいしょ、紹介しづらいけど、で一つはこんな感じ、今座ってたところなんですけど、普通のシートにしていると、まあクッションがありつつみたいな感じですね。で嬉しいのはね、ここにもね、3列目のここにもドリンクホルダーがあって、まあなんかここにも消臭ビーズを置いてます。まあめったにねここ座ったりはしないと思うんで、その運転中にね。よいしょ。で机があります。もうこれ結構ね常用してます。ちょっとした時とかね、ほんとなんかまあご飯食べるのもほんと楽です。運転席に座って食べるっていうのもありますけど、こっちに座ってなんか置いて食べた方が食べやすいですし、これはほんといいですね。あとは荷物。よいしょ。まあ、各種消耗品などが置いてあります。LED のランタンとかね。あとは、サンシェード関係があったりとか、これはこのモフモフクリックルワイパーですよ。このクリックルワイパーのね、さっき運転席に置いてるんですけど、普通に買うとやっぱね、紫のやつが多いんですけど、個人的にはね、こっちの黒の方が好きなんで。あとはなんか、雑巾クロスとか、そういう消耗品関係が入っております。ちょっとね、この辺は、全然整理できてないんですけど、まあ必要なものを、入れればいいかなっていう感じですね。でこっちは何もないです。何もないんでまだね置くスペースがあるし、このテーブルの下にもこの2列目のこのヘッドレストが無造作に置いてあるっていうだけなんで、まだね物に余裕が、物を置く余裕がある感じではありますね。あ、あとはこれか。これはね、ランタン引っ掛けるためにちょっと小細工したものですね。この中央にね置けないのがちょっと微妙なところではあるんですが、うん、まだこんな感じですね。非常に、ざっくりとした紹介ですけど、まあ、なるべく綺麗な状態を保ちつつ運転を楽しみたいかなと思ってます。とりあえずはこんなところですね。結構ね皆さんのおすすめアイテム、あったら教えてください。よろしくお願いします。じゃあこんな感じで終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。また次の動画もよろしくお願いします。コメントやグッド評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた。